こんにちは。ミテラボ講師の藤森ですえー、今回は勉強と部活の両立のおすすめを少し話してみたいと思います。で、ちょっと大きく3つの期間に分けて説明していきたいと思います。まあ、普段ですね。勉強もまあしなきゃいけないけど、部活も普通にやるとき、えー、定期テスト期間、部活が多分1週間前ぐらいからお休みになるところが多いと思います。なので、部活はなくて勉強に集中しなきゃいけない時。それから長期休み。まあ勉強は。 しななきゃいけないけけどまあ部活も忙しいししいい遊びもしたいそんな3つの期間に分けて、まあ、どういうふうに勉強しながら、まあ、部活をしながら勉強すると思ってる人がいいのか勉強しながら部活をすると思ってるのか人それぞれだと思いますが私は部活をしながら勉強するタイプでした。とにかく部活の方が 優先でえっ、ー、と部活が忙しくてまあ、部活でとにかく疲れる体力的に疲れて勉強する元気がない高校時代だったのを覚えています。じゃあ普段はどういう風うに勉強する時間を設けるかというとまあ、おすすめはやっぱり朝やることですね。でちょっと一番下に書いたことが理由なんですけど部活が終わってから まあお家に帰るとこれはもう運動部の人とかだけではなくて文化部の人であってもやっぱり活動した後家に帰って疲れてしまうのは当然なのでこの後に勉強ができないとなんか勉強ができませんでしたって言ってくる、えっとまあ、生徒の方もいらっしゃるんですがそれ攻めななくてていいいいんじゃないかと思っていますす <laughs> 当たり前ですもうかなり眠くなってると思うのでだったら早く寝た方がいいと私は思います。 ただまあその代わりに、まあ、朝の時間ですね、まあ、朝練がある人もいるかと思いますが、まあ、朝練がない日も朝練と同じ時間に起きて勉強したり、まあ、学校に少し早く着いて勉強したりこの朝夜習慣をつけて夜はもう一番最後の活動を部活動にしてしまって帰ったら早く寝るでまた朝勉強するという生活リズムを作ると、まあ、かなりストレスなくかつ効率的にこの疲れた時間にやるよりも効率よく勉強できるかなと思います。 それから「隙間時間を有効活用」はもう死ぬほど聞いているかと思いますが、まあ、電車の中など活用して単語を覚えてください。それから授業中にわからないところを「見つける」のと「なくす」と書きました。これどっちも大切です。でなこれが大切かというと授業中にまあなんとなく聞いて「うんうんうんと」と分かった気になっていてで,でいざ 家に帰ってじゃあ宿題をやろう定期テスト対策をしようと思った時に何も分かっていないなことに気づくんですねそうするとそこからまたゼロから教科書を見返したり先生に質問しに行ったりして時間が余計にかかってしまうので授業中に自分で例えば先生に説明された問題を一回ゼロからまた自分でちょっとノートの隅に解いてみてその計算手順が分かるか解くプロセスが分かっているかを確認してみてください。 そこでわからないところがあったら、まずわからないところを見つけることができて、それを授業後に先生や友達にちょっとちらっと聞けば、そこを潰すことができますね。こうやって普段の授業のうちから苦手を潰していくことが非常に大切になってきます。はいそれでは定期テスト期間、どうしたらいいかというと、まあ部活が休みの期間なので、普段部活をやっている時間に全集中して取り組むようにしてください。 もう私のイメージだと、定期テスト期間の方がやることは勉強だけなので、部活に取られていた時間がなくなるので、生活には少し余裕が生まれるかなと思います。ここで休むことももちろん大事です。体を休めるのも、まあ普段は部活で忙しかったとしたら、定期テスト期間しかできないことだと思います。まあただ部活の時間とかも、部活に使っていたその。 時間の分だけは絶対に集中したりあとはまあ定期テスト期間の土日はかなり根詰めて勉強したりそういう努力は大切だと思いますそれから部活のメニューを組むように勉強計画を立てると書きましたがまあこれは普段部活のメニューを自分で組んでる人または先輩や同期に組んでもらってる人いるかと思いますが部活のメニューはだいたい その5分のお休みを設けたりだとかその2,3時間ある部活動のうちまあだらける時間がないようになんとなくメニューがセッティングされていると思いますこれは一人で勉強するときも同じです一人でまあ勉強の部活をやっていると思ってください自分がだらけて退屈してテレビ見たいなとかスマホで遊びたいなと思うような時間がないように またはそういう時間があったとしてもぐに次すぐに次のメニューに切り替えられるように最初から、えー、この時間は算数をやるこの時間は数学をやる国語をやる英語をやるというように、えー、メニューを組むようにしてください。自分しか部員はいないかもしれませんがまあこうすることでより充実した勉強時間を確保できると思います。え最後に 長期休みですね。これから夏休みに入る人も多いかと思いますが部活動をしていると、まあ、いいことは2つあって一つは部活をするために学校に行くことですね。まあ、学校じゃないところでやる人もいるかもしれませんが部活で学校に行った日はその後に少し勉強して帰ったりまたはその前にちょっと図書館に行って勉強してから部活に行ったりするようにすると勉強習慣が夏休みでもつけられるかなと思います。 本当に30分でも1時間でも構わないので、えー、ちょっと勉強して、でまた部活もするというふうに生活リズムを組み立ててみてください。それから、まあ、かなりこれは高3の人に多いかもしれません。高3でまだ部活もあって、でも受験勉強もしなきゃいけないような人は、部活をしているから、勉強時間がどんどん削られるというふうに、マイナスにマイナスに考えてしまうかもしれませんが、部活がない人が、 部活のない夏休みのこの1日の24時間を全部勉強に使えるかと言われたら絶対にそんなことはありません。かなりだらけたり起きるのが遅くなったりするのが当たり前です。なのでまあ、部活があるおかげで毎日決まったスケジュールがあるおかげでいい生活リズムにできているんだとポジティブに考えるようにしましょう。 でまあ、この学校に行った日にちょっと勉強したりまたは部活の前に勉強したり空いている午後に集中的にやったりすることでかなりうまくスケジュールできるのではないかと思います。それでは、勉強と部活のの両立の進めということで部活も勉強も頑張る皆さんを応援しています。ありがとうございました。